皆様ご参加いただきありがとうございます。本日の進行を務めます、東京工業大学入試科の和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この回は、環境社会理工学院の説明会です。大会に先立ちまして、いくつか運営上のお願いと注意事項をお伝えします。本日の説明会の様子は、運営側で録画させていただいております。 参加者の皆様による録画、録音などはご遠慮ください。説明会の後半では質疑応答の時間を設けております。参加登録の際、既に多数の事前質問をいただいておりますが、時間の許す限り当日の質問も受け付けております。ご質問、ご意見のある方は、Zoom の Q&A 機能よりテキストでお寄せください。チャット機能は無効にしておりますので、 Q&A 機能から送信をお願いいたします。ご質問は説明会の途中からでも随時お送りいただけますので、遠慮なくお送りください。この環境社会理工学院説明会では約30分の予定で、学院全体と各県の説明をお聞きいただき、その後、皆様のご質問にお答えします。17時30分に終了予定です。短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、環境社会理工学院、千島先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、本日司会を務めます。土木環境工学系の知事です。えー、本日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日の説明会にはですね。えっ、ー、と、七名の教員と、3名の学生さんに参加してもらっていますので。はい、それぞれからですね。簡単に自己紹介をお願いいたします。 はいえー、皆さんこんにちは学院長の高田ですえー、っともう今日一日他の、えー、学院の説明も聞いて疲れているかもしれませんがあのよろしくお願いしますじゃ井川先生はい、はい、あの建築学系の井川氏ですあの後ほど建築学系の説明をさせていただきますよろしくお願いいたします建築学系の平賀ですあの説明質問にお答えしていきたいと思いますよろしくお願いいたします えー、土木環境工学系の教員のかなと申しますよろしくお願いいたしますじゃあ西条先生お願いしますあ、融合理工学系の研修人をしております西条です後ほど融合理工学系に説明をしますよろしくお願いします中村先生はい、えー。同じく融合理工学系の中村と申します あの後ほどあの皆さんの質問に答えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではあの学生さんから配置ご紹介お願いします。はい、えー、建築系の修士1年の学生のえさ、ー、らと申します。よろしくお願いいたします。はい土木環境工学系修士1年の藤本可奈子と申します。よろしくお願いします。 融合理工学研修士1年の大友志保と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、えー、ではですね、えー、まず環境社会理工学院全体がどういう学院なのかについてです、ね、あの学院長の高田先生からあーご説明いただきたいと思いますので、はい、先生、よろしくお願いいたします、はいえーと。それでは環境社会理工学院の説明を、えー、と簡単にさせていただきます。今スクリーン大丈夫ですか はい、大丈夫です。はい、えっ、ー、と。それではですね。えっ、ー、と環境社会理工学院紹介していきます。 えと環境社会理工学院の基本理念ということで,です、ねえー、持続可能な環境社会のための科学技術の創造と、えー、人材育成ということで、東高台の中では一番あの人,人々に近い分野って考えていただいていいかなと思っています、えー。個々の建物から地域、国土、地球に至る持続的な環境を構築するための学術と技術を追求しています。 理系の地だけではなくですね、文系の地を広く環境や社会に応用を展開して、卓越した学術技術を創生しています。<laughs> 研究においては国際性と学際性を合わせ持つ新たな地の領域の創造と高度化教育においては多様性の理解を踏まえた高度な専門性を持つ人材の育成社会連携としては産業界それから役所大学それから民間ですね一般の人たちですねこういう皆さんとの共同それから地域国際連携の推進ということに重きを入れています。 えー、環境社会理工学院はですね、今、えー、と現在、皆さんが入学するときには科学大になってますが、あの今、東京工業大学の3つのキャンパス、すべての キャンパスに分かかれれて先生方それから研究室があります学士課程が今584人、そのうち102人が留学生、修士課程は840人、うち留学生が217人、博士課程が392人で留学生が163人ということで、結構留学生が多いということがお分かりだと思います。学生全員で1800人少し、先生方が113人、これはあの昨年の5月のデータになっています。 えー、特にですねあの、えーと、人々に近い分野ということで、あの今回 SDGs との関係をあのスライドにしています、えーと。これを見ていただくとですね、まず一つ、えー、とご覧いただきたいのはあの、17の全部のゴールに関してですね、あの研究をやっている先生がいます、えー。特にその中でも分野的にはですね、やはりあの多いのはです、ね、住み続けられる街づくりということで、ここはまああの7割近くになります。それから産業と技術革新の基盤。 エネルギーから作る責任、使う責任、気候変動に具体的な対策を、このあたりが20%以上で、まああの、環境社会理工学院が、まあ、特に力を入れている分野というのが、ここからお分かりいただけるんじゃないかなと思います。経、え、営、ー、の説明は、ですねあのこのあ、えー、と、個々の先生方がご説明いただきますがあの、建築学系、土木環境工学系、それから融合理工学系の3つの経営に、えー、分かれています。 えー、特にですね、あのまあ、先ほど留学生の話もしましたが、あの分野的にです、ね、あの非常にあの国際経験を、えーとまあ、重く、えー、と見ているということ、またそういう機会がたくさんある。えー 学だだと思ってください <laughs>、えー、環境社会理工学院を含み工学院、物質理工学院と3学院でさまざまな学生工習のプログラムを運営しています、えー。それ以外にもちろん、東校大全体でもですねあの非常に積極的にあの留学,あ,の留学あるいは海外経験のプログラムというのを実施していて、まあ、毎年4月から5月にです、ね、留学フェアということで、えー、っとその紹介を行っています。 東大にキャンパスに来ていただくとですね、正門のすぐ前にですね、あの滝プラザという、えー、と留学生と日本人の学生が、えー、一緒にですね活動するためのスペースということで作られたあの学生向けの、あのえー、となんていうんですかね、共同、えー、共に働くと書いて共同ですね、共同できるようなスペースが、えー、あります。あのいろんな活動を、えー、と学生主体で実施しています、えー。それから皆さん、特に学士課程に入ってですね、 えっと、グローバル教育オプションということで、その国際経験を、あの、普通の学生よりも、<laughs> まあ、特に集中的に、あの、学んでもらうような、えっと、副プログラムもあります。こちらもですね、あの、入学するとすぐにオリエンテーションがあるので、えっと、ぜひですね、あの、こういうようなもの、機会を利用して、あの、国際経験を積んでいただきたいと思っています。 でえー、と環境社会理工学院を、えー、主導するです、ね、分野という研究戦略分野というのがあります。こ、え、れ、ー、東工大ですね、今の東工大の中で、えー、と3つ研究戦略分野というのがあって、その中の一つに、この持続可能な社会基盤という形のものがあります。えー、人生100年時代の安全安心で一人一人の幸せを実現する、次世代の社会インフラを実現するということで、えー、旗印であの研究に取り組んでいます。 えー、4つの分野に、まあ、注目していますが、その分野については、ですねこの後あの、えー、とビデオを見ていただきますので、そちらでご覧ください。ちょっとすみません、今、音声の共有をし忘れたような気がしますので、ちょっと再度画面共有させてください。えー、すみません、えー、ちょっとお待ってくださいね。はい、えー、と大丈夫かな、はい。じゃあ、じゃあ、すみません、ビデオに、ね、<laughs> 音声大丈夫ですか はい聞こえてまする自然災害に対しレジリエントで安全安心な社会の構築を目指しますさらにデジタル技術の活用などにより都市インフラの最適なマネジメントを探求しますごめんなさいちょっとコントロール人と自然建築都市を総合的に捉え環境イノベーション技術 多様ななエネルギー源活用技術などにより、サステイナブルな人間環境の構築を目指します。交通モビリティなどを主要な研究テーマとしデータの利活用連携やサイバー空間とフィジカル空間の融合により次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくりを先導します。 地規模の課題解決に向けた社会変革とイノベーションマネジメント革新のための研究と実践を推進します。はいえー、とこういう4つの分野をですね、えー、と特にあの力を入れていますが、あの先生方、非常にあの広い分野。 をカバーしてますので、ぜひ入学したらですね、いろんな先生とあの会って話をしてみていただくといいと思います。えっ、ー、と、大学院の話を少しさせていただくとですね、あの、まあ、現在の東高大、えっ、ー、と、新大学の、えっ、ー、と、まあ、理工学系ですね、基本的にはですね、あの、学習一貫ということで、えー、学士課程と修士課程を、まあ、えっ、ー、と、 投資で学んでいただくというのを基本的な学びの形としていますので、大学についても少しだけ触れさせていただきます。 えとそれぞれの経営からですね、さらに、えー、いくつか選択肢がありますが、例えば建築学系であればエンジニアリングデザインコース、建築学コース、都市環境学コースと3つのコースを選ぶことができます。もちろんあの他のコースに進学したり、他の大学に進学する人もいますが、えー、と同じようにですね土木環境工学系からも、えー、と土木工学コースを含み、都市環境学エンジニアリングデザインコースと、えー、それで、えー、と融合理工学系からもエンジニアリングデザイン 地球環境、原子核、エネルギーということで、あのさまざまな、えー、と学びにあった、えー、と大学院のプログラムで学ぶことができます。特に、まあ、星印がついているところは、他の学院と、えー、共同であの複合的な、えー、と分野をカバーしている、えーえー、とコースになります。 えー、総合型選抜について、あの少しだけあの触れておきます。募集人員109人のうち、ですね、えっと、一般選抜が80人、そして総合型選抜が29人となります。このうち20人が一般枠、えー、9人が女子枠ということになります。えー、女子枠の場合には、あの出願時に、えー、活動実績報告書というのを提出していただきます。えー、っともう女子枠と一般枠の併願も可能となっています。はい、えっと 私たちの取り巻く環境を持続可能で良好なものとしたい人、それからグローバル化した社会の抱える課題の解決に貢献したい人、本学院ではそんな皆さんをお待ちしています。えー、今日のスライドは東京工業大学のものですが、皆さんご承知の通り、皆さんが入学するときにはあの東京科学大学になりますので、皆さん東京科学大学の一期生としてあのぜひ頑張っていただきたいなと思っています。はい、以上となります。 はいえー、高田先生、ありがとうございました。えー、ではですね、えー、各経営のお説明に移りたいと思います、はい。まずは建築からということで、五十嵐先生、お願いいたします。これからのスライドを共有いたします。お,お願いいたします。<ょ> 建築学系の五十嵐から、えっと、説明させていただきますあの。私、今、建築学系の主任をやらせていただいております。えっと、このスライドがもう建築学系のすべてを語っていると思ってもらっても構いません。皆さん、建築学系に,、えっと、に入っていただきますと、こちらの空間で、まあ、設計、製造を主にやることになりますけれども、この空間であの過ごしていただくことになります。で必ず1人に1台机が与えられて、 ておりまして、えっと他の学生さんとここでなんかこうなんですか共同作業をしたり、えっとディスカッションをしたりというような場になっております。まあ、このような建築学系ですけども、まあ、実際ではどういったことをやっているんだということで次のスライドから説明させていただきたいと思います。あ、次はいお願いします。で建築学系というのはすごく古い学問でございまして、まあ、技術を統合するといったようなえっと意味合いを持つというものでございます。 で単なる建築工学というところと違うということをご認識ください。あの学術、技術、芸術をこう三位一体とする場ですよということになりますで、えっと。その上で時代や社会のニーズを確実に捉えということが書かれてますけれども、建築学系はあの、この学問体系が始まったのがもう本当に2000年以上前ぐらいから、えっと、この本とかが出ておりますで。そういった古い学問である上で、あ 上でも古い学問である上にすべてを統合する学問でなおかつ最先端の学問というふうに言えると思っていただいていいんじゃないかなというふうに自負しておりますでこのような広い学問なんですけれども細かく見ていきますと建築学の中にはあの歴史を学ぶ分野ですとか芸術的なことを学ぶ分野あとは計画構造材料設備 環境施工といったもう本当に幅広い内容が含まれておりますでは次お願いいたしますでこれらをこの1枚のスライドで表しているものですけれども建築は古くから強さ美しさようこれはま使い勝手というふうに言うことができますけれどもこの3つが重要なんですよというふうに言われております今日曜美と いうような呼び方をしておりますが建築はこのような今日えっを学ぶような場でその学ぶ中で芸術学術技術を統合していくということになりますで学部の時代には建築学全般を広く学びますけどもその後、まあ、大学院等に行った場合にはこ今日の部分を専門にしようとか美,あ美の部分をちょっと専門にしようとか 用の部分を専門にしようといったように、大学院では少しずつ分かれていきますけれども、えっと、学士課程ではこれらをすべて学んで建築学をこう統合していくということになろうかと思っております。で次のスライドからが、まあ、実際どのようなことをやっているかということですけれども、えっと、学士課程は2年生から建築学系に来ることになりますけれども、2年生、3年生では特に建築学は、まあ、実学をや、えー、の やっておりますので。 えっと、こうやって左上のようにですね、まあ、設計製図というところで、まあ、先生とこう直にこうディスカッションしたり、学生同士でディスカッションしたりということで、自分の考えをこの設計製図の中に盛り込んでいくというような授業ですとか、あとは建築学実験ということで、実際に子どは写真ではコンクリートを打っているやつですけれども、コンクリートを打って試験体を作って実際に壊してみると、そういったこともやっております。あと、えっと、建築士実習ということで、実際に古い建物を 尋ねてどういった感じになっているのかなということで、これ、皆さんで2泊3日ぐらいで行ってるような写真かと思いますけども、まあえっと、座学の当然やりますけれども、こういった実学的な、えっと、講義もたくさん用意されているということになります。で、これを踏まえて次のスライドが4年生になってきますと、えっと、今度は研究が主な主体になってきますけども、建築学は、えっと、ちょっと特色 がありまして、えっと、研究だけではなくて、必ず今まで2年、3年でやってきた卒業生あ、設計製図というもののその集大成として、卒業政策というものをやっていただくことになります。ですので、卒業政策と卒業研究、この2本立てでまあ卒業が決まる、まあ、研究学をすべて学んだということになろうかと思っております。 で最後になりますけども、あすみません、はい、こちらがあのらどのようなところに就職しているんだということで、えっと、特に名前は、えっと、今あの読み上げることはしませんけれども、まあ、見ていただきますと、まあ、それなりのもう日本の大企業のところに、えっと、進んでいただいているかなというふうに思っております。まあ、広く館長からあの設計会社、あとはあの建設会社ですね、あとインフラの方にも進んでおります。当然、私のように、えっと、教育機関に進んでいる方もいらっしゃるということです。 以上、建築学系の説明です。よろしくお願いいたします。五十嵐先生、ありがとうございました。はい、では、続いて、えー、土木環境工学系について、えー、金井先生からご説明をお願いいたします。はいえー、と土木環境工学系ということで、スライドのっ、えー、と次だと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。あのまあ、この写真の中、さ、えー、まざ、あ、まな要素がありますが、 あのそういったものも扱うというのが土木環境工学系となっております。続きお願いします。えっ、ー、と土木というのはまあ言葉がそして、えー、文明とか市民とかいうあたりからですね、えー、出てきた部分がありまして、えー、市民による市民のためのみたいな意味がございますし、まあそこからあの公共のため公家というのが一つあの大きな特徴となっていると思います。えー、社会基盤インフラというものを 結核、整備、え活用を維持するための学問ということで、まあ、土木はインフラ、インフラは土木というので言葉をあの変えてるだけかもしれませんが、あの下にあるような写真にあるようなさまざまなことを対象としています。まあ、例えばあの富士山が写っている写真ですが、あの上の鉄道に目がいって、まあ、鉄道も土木なんですが、あの実は下を流れている川とか水なんかもあの土木ですし、えー、鉄道もその まあ作る建設というところだけではなくて、えー、計画するとかあのどのように活用していくかというのもあの分野のターゲットとなっております。えー、次お願いいたします、えーと。そういった中ですね、あのまあ、皆さん私も含めて、まあ、日本だとかなり便利なところにあの過ごしてますので、えー、今後どういうところがあの仕事あるいは学問のターゲットになってくるかと、えー、思われるかもしれませんがあの日本は、まあ、人口減少。 高齢化、まあ、地方がどんどんさびれていく、あるいはまあ都市にどんどん集中する、えー、世界的には人口まだ増えてますし、えー、世界的にはあの都市への人口集中、やはり続いていると、えー、そういったところをまあどうするかと、まあ、一方で、日本も世界も大体戦後ですね、第二次大戦後に一気に作り出したので、えー、どんどん老朽化してと、えー、そういうことに対する対処なんかもございます。 それから自然災害、えーと、温暖化しなくても地震や津波、怖いですし、えーとまあ、残念ながら温暖化ということで、大雨、洪水なんかも増えているということありますと、えー、それから生活様式の変化ということで、あのボタンを押すと、えー、amazon.com みたいなところからですね、えー、物が届くなんていうことは、あの我々のインフラに支えられているということで、えー、今後どうなっていくのかと、えー、それから自動運転なんていうのも今後出てくるかもしれません。 えー、そういうことで、新しい社会に対してまあ、土木の役割はまたいろいろあるということになります。次お願いいたします。えっ、ー、とまあ、そういった中でですね。あのまあ、勉強した後に皆さん卒業してどういった仕事に関わるかということで、あのここに写っているようなものにまあ、関わっていくんですが、あの後でも申すかもしれませんが、あのいわゆる建設あの作るまあ、土木というと作る方が皆さん頭にあるかもしれませんが。 あのまあ、実感として3割ぐらいですかね、あの卒業生だったり、研究仕事だったり、あのやはり、まあ、昨今は計画したり、運用したりあの、そういった仕事も増えてきているというふうに思います。次お願いいたします、えー、ということで、あのまあ、これはあの出世したケースばっかりですが、今の話に近いかもしれませんが、あのまあ、作るという仕事もありますし、えー、管理する、計画すると。 えとそうういいいいいいっったた仕事もあのいろいろあるということこになっておおりまますす次願しそんな中でですね、えー、と特徴ですけれどもあの、まあ、いわゆる工学という部分理数系だけでなくてその、まあ、簡単に言ってしまえば文系人文社会科学というようなものも含むような、えー、と総合的な力ですねそれからチームワーク、まあ、みんなでやっていかなきゃいけない分野だと、えー、公共性ということも先ほど申しました。 えとそれからここまで、まあ、特には言ってないんですがあの留学生がとっても多い分野でしてもう各研究室に、えー、ものすごい数の留学生が、えー、おりましてその国際的な分野であるということも、まあ、土木だけじゃなくて建築学系さんも融合理工学系さんも、えー、他の系もあのこの学院はみんな国際的だと思いますがあの大変国際的な分野だということが言えると思います次お願いいたします えとこれはもう大学でどういうことを学ぶかですがあの、今日は細かいことは申しませんであの、こんな感じでカリキュラムがございますということで、えー、次お願いいたします、まあ。その一部としてですねあの、この写真からお伝えしたいのは、あの一つはあの野外に行くとあの、室内で模型作ったり設計したりというのもありますが、えー、野外に行ったりすることも結構あります、えー、もう一つは、あのこれ、グループで必ずやっているのが目につくと思いますが。 あのそういった意味であのグループの力が重要な分野だというふうにもなってます。次お願いします。えっ、ー、とこちらはそのまあグループがさらに発展したような形であの多大学と交流したり国際交流したりですね、えー、そういう写真になっております。次お願いいたします。えー、ということであの就職した後皆さんどうなるのかというのがあの興味、えー、持たれてるかと思いますが。 えとまずあの、観光庁、えーとまあ、役所、あの公務員というのがあのかなり多いというのが、まあ他のところ、あの東光大本学の他のところとはだいぶ違うところで、えー、国土交通省を中心として、えー、と国の機関、えー、国の,あのそういうところに、えー、と行くという人がかなり多いですね。それから交通関係、えー、鉄道、道路関係が多いというのも、えー、一つの特徴です。えー、という続きに、まあ、先ほど えと建設3割ぐらい、2、3割ぐらいと申しましたけれども、まあ、そういったところで建設会社、あるいはそれの設計コンサルタントといったところに行く場合がございますと、それ以外にエネルギー関係に行ったり、えー、まあその他、いろいろな就職先がございます。以上でです、はいえー、金先生ありがとうございましたは,いえーでは はい、続いて融合についてですね、あの西城先生からお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございますでは、融合理工学系について、えっと営主義の西城の方からご説明したいと思います。次のスライド、お願いします、はいえっと。ここに書いてある、長期的視点からグローバル社会に貢献する、これが私たちの経営のミッションですで。このグローバル社会に貢献する ということのために融合理工学系では次お願いします。超学際研究というアプローチをと取っています。で、融合理工学系ではな融合理工学系という言葉をあんまり聞いたことがないと思うんですけれど、じゃあ融合理工学系って何でしょうかという話をします。融合理工学とは理工学の体系を俯瞰的に理解しながらその枠にとらわれず。 国際社会全体が抱える複合的問題の解決に寄与するための超学、超域的学問です。で、この超域的学問をするために、超学際研究というアプローチをしているというところが、私たちの経営の、えー、分野の新しいところです。で、学祭という言葉を聞いたことがある人はいると思いますけど、学祭というのは、異なる学問を、2つ以上の学問を 持ち寄る、あるいはその間にまたがるような研究をする、そういう学問分野、あるいはアプローチです。で、じゃあなんで超学祭ってついているのかというところですけど、私たちの超学祭っていうのは、アカデミア以外の人たち、いわゆる、えー、コミュニティ、市民の人たちとか、えー、国際社会、あるいは、えー、と国、あるいは地方自治体、そういう、あるいは企業も入ります。 異なった学問分野の研究者が一緒に協力して、1つの社会課題、あるいは地球課題、あるいはグローバルに複雑な問題、それを解決するという共同の目的のために研究する、そういう学問が超学際研究なんです。で次お願いします。で でこのように非常に根日的なアプローチを取っている経なので2016年に設立された新しい経す。です。えっと、先ほど言ったような超学際研究をするためには理工学の体系を俯瞰的に理解しないといけないのでそのために多系と異なるカリキュラムを持っていますで。必修科目としてあらゆる理工学分野に共通する基盤を学び選択科目として主体的に自分で学びをデザインする。 このような形で行っています。で、かつ国際社会全体が抱える複合問題の解決に寄与する人材となる力をつけるために、プロジェクトベースの学習、日本人と留学生の共同学習、英語による学びの機会の拡充に力を入れています。で、必修科目はえ、日本語、英語を選択することができます。必修科目で日本語、英語、両方で学べるのは、融合理工学系だけです。 このように非常に、うん、興味深いといいますか、新しいといいますか、そのようなアプローチを取っています。はい、次お願いしますで、えー、と専門科目群が非常に大幅広い分野にまたがるというのも、この、えー、融合理工学系の特徴で、国際開発競争科目群、社会環境政策科目群、資源エネルギー工学科目群、地球・地域・環境科目群。 エンジニアリングデザイン科目分、原子学校学科目分、こういうような広い選択科目の中から自分の学びをデザインしていくことができます。はい、次をお願いしますそして、融合理工学系は学部です,ですので、その先、多くの学生が大学院に進学します。で大学院の えと昔専攻という名前で言っていたところを東方大ではコースというんですけど地球環境競争コースこれは融合理工学系だけから行けるコースですでそこを修了した人たちは理工学分野を横断する科学技術の専門家になっていったりとかグローバル社会で活躍する人材になっていきますで、えー、と融合理工学系ではその複数の系の 複合領域のコースに進むことができます。複数の系というのは融合理工学系以外の系あるいは他の学院の系そこからも学生が来てでそこの学生と融合理工学系の学生が一緒に学ぶそういう系を複合系というふうに言いますで複合系3コース原子核工学コースエンジニアリングデザインコースエネルギー情報コースこの3つに進むことができます で原子核工学構想を終わった人は、国際機関の研究者になったり、大学の研究者になったり、企業の研究者になったりしていきます。エンジニアリングデザイン構想を終わった人は、技術により社会変革するイノベーター、つまりスタートアップを作ったり、あるいは企業の研究者になったり、ビジネスデザイナー、いわゆる、うん、製品やサービスの使い勝手をデザインするようなデザイナーになっていたりします。で エネルギー情報コースを修了した人は、大学等の研究者になったり、企業の研修者になったり、学校の教育者になったり、そういうようなシーがあります、はい。次お願いしますで詳しくは東工大の高校生受験サイトにいろいろなことが書いてありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。以上です、はい、西条先生ありがとうございました で、これであの各系からの,あのご説明をあの、ご説明いただきましたので、えー、ここからですね、質疑応答に移りたいと思います。で、すでにあのチャットでもいくつか質問いただいてますけれども、あの今回の説明会にあたってはですね、事前にあの事前質問ということでお受けしてますので、そちらについてですね、私の方からピックアップして、あの ご回答させていただきたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、まずですね、環境社会理工学院、どういう期待に向いている学院ですかというのと、まあ、どういう特徴があるところですかということですが、はい。こちらについて、えーと私、私からでいいですかね。はい。えっ、ー、と、はい。もう、先ほど、あの、高田先生からちょっとお話ありましたけれども、あの、社会との、まあ、フロント にに立つつよううううなな学とといいいののがあの一つの特徴かなというふうに思いますで、まあ、最近の問題っていろいろ一分野だけではなくて一分野あるあ分野とかですねあ,のある部分の技術とかいうだけではなくてあの、まあ、学際的あるいはその国際的にいろ、まあ、んな人と連携して、えー、ソリューションを求める必要があると。 でまさに我々の学院が取り組むというのはこういう問題でありましてですね、えーそ、そういった人を配置するための環境を準備しているというのが、うちの学院かなということが言えるかなと思います。で、はいなので、我々が目指す人材像というのは、ですねこういう未来社会、どうあるべきかというビジョンのもとで、えー、最新の技術とか価値とか概念とか、ま,あ、まず、まあ、基本理解してですね、それと同時にですね、 あのいろんな人たちと一緒に仕事をする、あの仕事をする、まあ、彼らをマネジメントする。で、それで、えー、次の時代に必要なこうソリューションを提示して、そういう時代を作っていく、そういった人たちを作りたいというのが、あの我々が目指す人材像ということになります。はい、では、まあ、あと特徴ということで言うとです、ね、やっぱりそういうことで。 あのいろんな分野間でのお付き合いが多いのかな、あのそれは学内だけではなくて、まああの、社会との接点ですね、そういったのは、う他の学院と比べてダントツにあのこの環境社会というのは多いのかなというふうに思います。あとはまあ海外とかもそうですね、そういったところが多いのかなが特徴かなと思われます。でそれから事前にいただいた質問の次で、ですね、えー、学,学院の中の男女比率を教えてくださいと。 いいいうふうな質問もいただいておりますあのこちらはですね、あの2023年の5月の学部制での男女比というのが2.0対1.0ということで、まあ、女性1人に対して、まあ、男性は3人ぐらいと、それぐらいの比率になっているということです。で、ちょっとこのあたりはですね、まあ、数としてはそんな形になるんですけれども、 あの学生生活をしている目線からですね、そのあたりどんなふうに感じられるのかなっていうのも、あの一つえ、まあ、いい情報かなと思いますので、そのあたり、学生さんから、今日3人ですね、入られているので、どんな感じかのご紹介いただきたいと思いますけども、えっ、ー、と、いかがですか3、3人いらっしゃる、いらっしゃると思いますけども。はい。あ、じゃあ、お願いします。 どなたからでもはい。ラッキが示した方がいいです。ああ、そうですか。はい。じゃあ,あ藤本さんからいいですか。はい。はい。どうも藤本です。えっと数で見るとまあ少ないんですけど、サークルだったらちょっと選べばその女子率の方が逆に多いサークルとかもあって、全然その学生生活をしているだけでその女子が少ないことを不便に思ったりとか、女子だからなーっていうなんか。 そういう思いをしたことはなくて、むしろ、なんか少ないからこそ、名前を覚えてもらいやすいなっていうような、そういう、あんまり深く、んですかね、それを問題と思ったことはないような感じですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。サダさん、どうですかえっと、建築学系ではあの、まあ、学年にもよると思うんですけど、私の学年だとあの4割近くはあの女子、 かなっていう、まあ印象でして、まあ、あの、他の系だって、この、あの、学院とかと比べると、まあ。女子からのちょっと興味も多い分野なのかなと思います。以上です。はい、えっと、じゃ、大友さんお願いしていいですか。はい、ありがとうございます。おいいすはい、とす、お二方がおっしゃったように、結構、ゆ、あの、環境社会理工学院の中は、女子が多かったりして、あんまり、あの。 感じることはないんですけど、全学の共通の授業を受けたりするときに、あやっぱり男子の方が圧倒的に多いなっていうのは感じたりします。あとは、あの4年次から研究室に入ったりすると思うんですけど、そこではやっぱりあの母数があのもう少なくなってくるので、そこはちょっと女子が少ないなって感じる部分はあるんですけど、そんなに支障はないかなという感じです。はい、どうもありがとうございました。はい まあ、あの実態はそんなあの数で見えるところと、まあ、実際の学生さん感じているところはそんなところということです。はい。はい、学生の皆さんありがとうございました、はい。えっと、あとですね、続いて次の事前質問ですね。えっと、特待生として入学した場合、どのような免除があるのか詳しくお聞きしたいですということですが、はい。 奨、まあ、学金とかいろいろありますので、えー、それはです、ね、在学生向け情報ということで、えー、学内ですね、在学生向けに発信されていますので、まあ、興味がある方、外から覗ける情報もあるかと思いますので、そちらを確認してください。はい、でそれからあの3件ですねあの、統合型入試についてのお質問をいただいていますあの。どんなこと、面接、どんなこと聞かれるのかとかですね。えー まあ、造形課題についてどう,こうとかど,うどういうふうなものがあるんですかという,ふうな質問をいただいてますけれども、えー、とこちらについては、ですねあの過去問でありますとか、その解説というのが、東高台のホームページに掲載されていますので、そちらを確認していただきたいと思います。あのどういう出題とかとかいったところもあの書いてますので、はい、ぜひそちらを確認してくださいい続てはい。えー

1一つはですね、あの大学院、本学の大学院に進学せず、海外の大学院に進学した全体の何割ですかというご質問なんですが、えっと、学部から修士については、先ほど、まあ、学習一環という話をしましたけれども、9割以上の方がですね、あのそのまま修士課程に進学します。で、えっと、実は正確な集計データはないんですけれども、あの毎年数名の方が、えっと、海外の大学院に留学、あの修士課程ではあの留学していると思われます。 す。<music> はい、えっ、ー、とまあ、それよりはずっと多い方がまあ、交換留学で海外の大学にあの行っているような状況です。それからもう一つえっ、ー、と大学在学中ですね。まあ、特に留学何割ぐらいの人がしてますかっていうことと、あと留学専攻はあの成績順ですかっていう質問をいただいてます。で、えっ、ー、とちょっとコロナがあってですね、あのようやくあの留学がですねあの再開してまた軌道に乗り始めたところなので少し古い状況になりますけども、えっ、ー、とコロナ前 はですねだいたいえっ、ー、と学部から博士課程までまあ全学生がえっ、ー、と年間にですね18%ぐらいの人が年にあのえー、毎年えっ、ー、と海外に出てますまあその中の多くはあの博士課程の学生の学会参加なんですけれどもえっ、ー、と3ヶ月以上の留学に行く人がですねえっ、ー、と1年あたりまあ3%程度になってますでこれをもうちょっと増やしたいと思っていますあの毎年7%ぐらいの学生はこの3ヶ月以上の 留学ができるような枠がありますので、えっと、皆さん是非、ぜひ入学したら頑張っていただきたいということです。まあ、あの昨年入学者からはです、ね、あの修士課程終了までに国際経験を必ずあの留学を含んで,です、ね、していただくということになってますので、あの意識いただければと思います。それから選考の基準ですけれども、えっと、これ、プログラムによって目的が違うので、一概には言えないんですが、一般に多いのはです、ね、面接と語学試験の成績で決める場合があの多いです。でですので あのやはりですね留学先のあの言葉はある程度あの使えるようにするということがあの大事かなと思います。はいじゃあ、一旦知事千々岩先生、お返しします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、それとあと、今、留学の関係でのお話が出てますけれども、まあ、実際まあの、またちょっと学生さんにあのどんなふうに感じられるか、ちょっとお話いただきたいと思いますけれども、あの割とそういうプログラムがいろいろあってですね、 あの留学について、まあ、比較的身近に感じている学生さんたちも身近に感じていらっしゃるんじゃないかと思いますので、はい、そのあたり学生さんから見てどんなところかをちょっとお話しいただきたいと思いますで,ではちょっと初めに建築士の佐田さんからお願いしていいですかはい、えっと、建築ま系も含めてあの環境社会理工学院はあの結構国際性を重んじている学院かなというのはあの 今のまでの説明であったとは思うんですけど、建築系だとあの、まあ、半分近くの人はまあ国際的な経験はしているかなという印象です。で、数字的に見るとあの留学の,あの割合としては少ないんですけど、まあ、例えばあの海外で例えば長期休みを利用して1ヶ月ほどまあ海外で過ごしてみたりだったり、あとはまあ国際的な学会に参加したりというまあ過ごし方も あのしている人もいるので、まあ、あの国際的な経験と言っても、まあ、いろんな過ごし方があると思います。はい、ありがとうございます。え、では、土木の地元さん。どうでしょう。はい、実際、その同期だったり、先輩だったり、その、じゅ、長期の留学している。まあ、いますし、私も。その選択肢の一つとして、まあ、結局行かないっていう選択をしたんですけど。 その考えるぐらいに身近にそのいろんなプログラム用意されているなという感じがしていて、まあ、留学ではないんですけど、国際学会だったり、インターンだったり、海外に行く機会を今いただいているので、そうですね、海外体験は身近に多くあるかなという感じの印象です。はい、はい、ありがとうございます。えー、<し>では、はい、大友さん、いかがですか はい、えっと、融合理工学系のお供ですと特に融合理工学系ですと、その身近にも実際に留学生の人がいたりとか、この授業でもすごい英語を使ったりするということが結構あるので、なんかその留学に行くことに対する抵抗だったり、ハードルっていうのはすごく低いのかなって思っています。で実際周りでも結構あの友達が あのたくさん行ってたりとか、あと私も学部の間、半年以下のものなんですけど、3回ほどいろん違う国に留学をしていて、その点、その,学,あの学期休暇を使ったりとか、研究室配属があったとしても、先生といろいろ話しながら、相談しながら、あのフレキシブルに考えやすいあの学部かなというふうに思っています。ははいいいありがとうございます、はいあの ということですね、はい、いろんな国際的なのに親しむチャンスがいろいろあるということはお分かりいただけたかなと思います。はい、皆さんありがとうございました。えっと、ではですね、続いて次の質問ですね。えっと、建築学系の中で留学する方はどのくらいいらっしゃいますかということですが、はい、こちらは平川先生から書いただ、ねはい、お願いします。 今もう学生さんにお答えいただいたことであのかなり網羅していると思うんですけれどもあの学部はやはり学部時代はちょっと忙しいということもあって2週間くらいの短期プログラムに参加するケースが多いと思いますただあの大学院生になると長期の,あの留学をする学生が割合が増えると思いますあの研究室によって違うと思いますが例えば設計系の研究室では 同期3人ととともも留学とかそういったこともあのよく見られますまたあの補足としてあの海外との協定があの東邦大の場合充実していますからにあの東邦大で暮らしながらでもやっぱり協定校からの留学生さんがたくさん活動しているのでそういうあの外国からの学生さんとともに授業を受けたりとか研究を受けたりする機会が多いんじゃないかなというふうにあの感じています以上です。 はい、ありがとうございます次もまた建築関係ですね。はいあのえー、っとが授業に関するんですかねあの、建築学系の進学を考えているんですが、学系を超えて土木系統や他学院、工学院で学習する範囲を履修することも可能ですかということで、はい、こちらも建築関係なので、平賀先生、お願いします。はいあの 短学系の科目を取ること自体は可能なんですけれどもあのやっぱり忙しくなってしまうということがありますから、まあ、建築学系の必修科目である設計製図であるとか実験であるとかそういったことにはあの授業時間以外の時間予習であるとかあの自分で考えたりする時間をたっぷり取っていただきたいので、まあ、それを第一にしてほしいなというふうには考えています。 はい、ありがとうございます、はい、では次の、えー、と事前質問ですね、えーと、再生可能エネルギー関係の研究はできますかということで、これ実は 3K ですね、建築、土木、融合、それぞれあの関係すると思いますので、それぞれからあのどういう各系ですね、どんなことができるかについて、えー、ご回答いただければと思います。すみません、またまた指出して、あれですが、平川先生、建築からいいですか。 建築に関しては再生可能エネルギーですと、省エネルギー、エネルギーとして省エネルギーについての研究ですとか、まあ、その環境を生かしたあの建築の設計であるとか、そういった研究は実施されていますはい、ありがとうございます。えー、と続いて土木については、はい、ちょっと私の方から、あっ、金井先生。あ まさにプロフェッショナルで。あの先生。お任せします。はい、ます <laughs> はい。はい、あ、ではですね、はい、土木の方はですね、あのー。陸上の、まあ、風力関係、風力発電関係とか。えっ、ー、と、まあ、ダムもありますけれども。えー、そういった、あの。構造体に関する研究っていうのは、あ、いろいろやられてますし。え、それから、グローバルの気候変動とか、そういう基づいた際、こ 気象ローカルの気象ですね、えー。そういった研究なんかも行われていたりして、はいあの、県の中でも再生可能エネルギーに関する関心は高いのかなというふうに思っています。はいえー、続いて融合の方ででいかがでしょうで、融合、はい、のほうも、えー、とう小型風力とか太陽光発電とかエネルギーマネジメントとか、さまざまな先生が再生,可能について再生可能エネルギーについて。 研究ししていらっしゃますであのテーマ別に研究室を、えっと、検索することができますので、ぜひ、K のホームページを見ていただければと思います中村先生、何か他かにあはいはい、えっと、中村です、今、あの西条から申し上げた通りなんですけれども、えー、その他にですね、まあ、再生可能エネルギーそのものではないんですけれども、例えば核融合などの、えー、技術であるとかですね、 それから CO2 の回収技術、そういったことを研究されている先生も多くいらっしゃいます。それともう一つ、有効として特徴的だなと、個人的には思っているのはです、ね、その風力発電とかをどのようにこう社会に導入をするのかで、その施策の話であるとかです、ね、それからアセスメント、あのものを実際に作るときには、お住まいの方への影響とかも見ないといけないですよね。 でそういう環境アセスメントをどういう,ふうにあのしたらいいのか、あのそういうことを研究されてるっていうあのまあ、研究室もあります。あのぜひ一度あのホームページを見てもらえればと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、ではですね次のあのー。 質問に移りたいいと思います、えっと、卒論のテーマはどのようなも,ものが多いか、また2年時の選考選択どの程度規模が取っているのか教えていただきたいですということです。お、え、そ、っとはい、らくです,ですね、選考選択については毎年状況が変わるので、 一概にはちょっと言えないのかなというふうなのがあの実態かなとは思います。で、あの、卒論テーマについては、はい、それぞれ、あの、県の特色ありますので、はい、あの、順にご紹介いただきたいと思います。えっ、ー、と、まずは、県知からいかがでしょうか。え平川先生ですか。 はい、えっとこちらは井原先生からあの、はい、ご説明いただいた方がいいかしらと思います。はいはい、あわかりました。あの井原からでは報告させていただきます。あの答えさせていただきます。建築は先ほどご説明したように本当に広い分野ですので、えー、っと研究内容も各先生によっても多様な研究が実施されているので、えー、もう。 本当にここで一言で言えないぐらいの科目になっております。衣装の先生、計画の先生、構造の先生、環境、材料、あとまた防災といったような幅広い分野の、まあ、卒論のテーマが選べると思っていただいてよろしいかと思います。以上です。はい、ありがとうございます。えー、では、土木環境工学系について、こちら、金井先生、いいですか。はいあの、卒論のテーマ。はい はい、も,うもうほぼ一言で全く説明のしようがなくて、あのあのご興味ある方は、各研究室がホームページ持っておりまして、そこに過去の卒論、修士論文のタイトルなんかも載ってますので、見ていただければと思いますが、まああの、本当に幅広くですね、実験、野外に行く、国際的、国内的、えー、図面を描く、設計をする、分析をする。 えー、微生物のようなことやまああのもうありとあらゆることがありますので、あのまあ必ずやあの皆さんの興味に沿うものが見つかることかと思います。はい。もう幅広いという以上はなかなか申せません。以上です。はい、ありがとうございます。では融合系佐藤先生からですね、お願いします。はい。えっと一つ申し上げておきたいのは、投稿大では卒論という言葉が使わなくて、学士特定研究 学士特定課題研究という言葉を使います。で、学士特定課題研究という言葉で、融合理工学系のホームページを見てもらうと,、えー、と、テーマが載ってますので、それを見るのが一番早いですが、えっ、ー、先ほど SDGs の話がありましたけど、そこであのテーマとして掲げられている17の分野は、まあ、すべからく、えー、研究できると思ってもらっていいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。 はい、では、次、ちょっと時間来てますけれども、ま,あ、あのまだあの事前質問、いただいている質問がありますので、ちょっとそちらについてお答えしたいと思います。えー、と次の質問ですね、いくつかありますこれはもう建築に対する質問ということになるかと思いますので、はい、あの私の方からいいい伺って一問一答させていくような形ですかね。 はいえー、とまずです、ねえーと、国士一級、一級建築士の勉強は各自でする形になるんですかということですが、こちら、いかがでしょうか、はいえー、と一級建築士の受験資格はあの、チャットでもお答えしたんですけれどああの、Q、でもあの、学士課程において、その受験資格に必要な単位を取っていただいて、卒業したときに得られます、なのであの、受験勉強は各自で行っていただくような形になっています。 続いてもうちょっといくつか建築連続します。えっと、今は衣装に興味があるのですが、建築のどの分野が強いですかという質問ですが、いかがですか板橋先生お願いしますか <laughs>、はいあの,あの、どの分野も強いですというのは、一言で言っちゃうと、そんな感じです。あの、本当にですね、えっと、だ東工大の建築の先生方は、第一線で活躍されている先生方ばっかりです、どの分野についても。ですので、まあ、強い、弱いっていうことはなくて、まあ、どの分野を選んでいただいても、 この最先端の研究に触れることができるんじゃないかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。えっと次はですね。妊娠する方が多いと思うんですが、4年で卒業される方は就職、就職先はどのようなところが多いですかえ、また、妊娠することで就職先の傾向に変化はありますか？ということですが、いかがでしょうか？これ建築これも建築ですね。あ、4年で卒業する人の人数はとても少ないです。 あのなのであの、妊娠することで就職先の傾向に変化がというよりは、もう本当に4年生で卒業される方が少ないなというあのお答えになるかと思います。ありがとうございますそれから建築学科においてどのような人材を求めていますかという質問ですが、いかがでしょうか。こからです、まあ、一言でやっぱり建築がもう好きであって くれて建築を好きになってほしいというか欲しあの建築を好きになろうとしている方にはぜひ来ていただきたいと思っておりますあであとその中でやっぱりこう普段からどのようにまあ人間が幸せに生活できるんだとか安全に生活できるんだということを考えていただいてですねあと皆さんとこう共同で課題解決をしていただくというようなそういうふうな学生さんに来ていただいて建築を好きになってほしいなというふうに思っております以上です、はい 続いて建築学科において、ここはどの学校とも違うという特色や強みはありますかという質問ですが、いかがですか学生数に対してやっぱり教員の数はすごく多いというか少ないというか、あの学生1人に。えっと 教員1人に対して、ダブル学生さん2人ぐらいですね、1学年について、それぐらいの割合でもう密に教育をしているということもあります。で、あと先ほどスライドの一番最初にお見せしたように、えっと、必ず1人に1つ製図代が与えられていると、ああいう環境もなかなかないんじゃないかなというふうに思っておりますし、あと実験も大きな実験ができる施設を持っておりますので、本当に最先端の研究、最先端の設計。 手法というか、そういったことを学べるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。以上です、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、それからあ、これは最後は学生さんあの、建築の学生さんだけじゃなくて、他のあの学生さんにもちょっとお伺いするのがいいかなと思いますが、あの部活動、サークル、バイトなどを行う時間はどれぐらいありますかということで、はいまあ、まずはあの、サダさんからお答えいただきたいんですが、どうでしょう。 えっとまあ、ほとんどの人があの部活動だったり、サークルだったり、バイトだったり、まあ、何かしらはやっているのかなという、まあ、印象です。ただあの、課題が忙しかったりあの、まあ、特に建築は設計の課題等があるので、まあ、その、えー、課題や研究で忙しくなった際は、適宜バイトやサークルの量を調整したりして、えっと、時間を作って、まあの、そっちの方がおろそかにならないようにやっているのかな、うまくやっているのかなと思います。 では土木んはい、えっと、土木も同じようにですね、ほとんどの人がサークルなりバイトなり部活動をやっているように、はい、思います、まあ。実験が重い、大変なクォーターの時だけ少しバイトを減らすとかサークルを減らすとか、うん、と自分で決めてやっている人が多いかなという印象です。はい じゃあ有効ううどうでしょう大友さんはいえっとお二方がお話ししてたみたいにバイトだったり部活動サークルはやってる方がまあほとんどかなって思います23年の間は自分でこうじろあの時間割とか決められるのでそれに合わせて結構やって。 あのかっそっちの課外活動も活発にやっている人は多いんですけど、4年になってまた研究室との兼ね合いであの調整するっていうパターンも結構あるかなって思います。はいありがとうございます、はい、ということで、はいまあ、その形で、あの学,学院の各系ですね、はい、学生さんは、まあ、その形であのバイトとか、活動に向き合れているということです。はい でえー、とちょっと時間を押し気味ですが、ちょっと1個だけもう1個あの取り上げますね。えー、と卒業後は JR に就職したいんですが、学院はどこがお勧めでしょうかということですあの。かなりちょっと特定した話ですが、されたお話ですがあの、JR、大きな会社なので、あの本当にあの皆さんが何をしたいかによるのかなというふうに思います。あの例えば、鉄道ですね、鉄道車両であれば、機械電子。 えー、駅舎は建築の分野になりますし、えー、線路や橋、トンネルといったそういった運行の施設というのは土木ということになります。あと、最近あのいろんなこうスイッカとか使ったいろんなサービスとかもありますけれども、おそらくそのあたりは情報系とか、まあ、ありますのであの、何をされたいのかですね、えー、というのをベースにちょっと考えていただくといいのかなというふうに思います。はい。えー、っと、ということで、実 時間がちょっと押しておりますが、はい、こちらで事前にいただいた質問というのは、あの、ふうにいいお答えできたかなと思います。で、あと、あの、未回あの、Q&A でいただいている質問にも全す、ね、すべてスネカの回答済みという状況かと思いますので、<あ>はい、<そ>手を上げている人がいます、ねはい。あ、本当だ。はい。この方は、えっと、Q&A、すみません、ちょっとチャットでこれは質問いただければ。 と思いますが、はい、今打っていただいたんですかね。ええっと、A 券はどのくらい持っていればよいですかという質問の方でよろしいですか。はい。あ、高田先生、じゃあお願いします。あのー、 特にですね、あの、今、外部試験は使っていないので、まあ、あの、これについてはですね、あの、特に、あの、お答えはできないです。ただ、あの、入学後にですね、えっ、ー、と、英語のト e フルの試験をですね、あの、全員に受けていただきます。それで、あの、卒業のために何点以上、ちょっと私、今、すいません、点数が覚えてないですけれども、あの、入学後にはそういう、えっ、ー、と、ハードルがありますが、入学前には、 特にあのないいと思っていただ、いて結構です、まあ、ただ英語はあの必要ですので、ぜひあの高校のうちに頑張ってくださいという一般論の話です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、では、あの質問、こちらでお答えしきれたのではないかと思いますので、はい、あの入試下にいいお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました 時間の都合で取り上げられなかった質問も数多くありますが、いただいたご質問、ご意見は今後の参考にし、資料作成や大学運営にいたしてまいります。送信いただきありがとうございました。最後に皆様にいくつかご案内をさせていただきます。まず、アンケートについてです。この後17時45分ごろにアンケートメールが送信されますので、 ご協力いただけますと幸いです。次にオープンキャンパス2 0 2 4についてです。例年開催しておりますオープンキャンパスを今年は8月7日水曜日に実施予定です。説明会、相談会、文講に研究室見学等の様々な企画を検討しており、一部の企画はオンラインでも配信予定です。夏休み中の勉強のモチベーションアップにぜひご参加ください。 最後に入試入学後のイメージができるような情報が載ったページの URL をまとめたリンク集をチャット機能でお送りしますので、合わせてご,ご活用ください。以上で、東京科学大学環境社会理工学院説明会を終了いたします。ご参加いただきありがとうございました。